チャールズ・ネーゲルチャールズ・ネーゲルはアメリカ合衆国の政治家、法律家。ウィリアム・タフト大統領の下で1909年から1913年まで第4代アメリカ合衆国商務労働長官を務めた。1849年、ネーゲルはテキサス州コロラド軍で生まれた。父親はハーマン・ネーゲル、母親はフリーデリック・リッツマンであった。ネーゲルは ミズーリ州セントルイスにある全寮制の高校で学んだ。ネーゲルはセントルイスワシントン大学で法律を学び、1872年に法学の学位を取得した。同年、ネーゲルはヨーロッパに渡りベルリン大学で政治経済学を学んだ。ネーゲルは1876年8月4日にファニー・ブランダイスと結婚した。1873年、 セントルイスに戻った、ネーゲルは、ミズーリ州の司法主権に合格し、弁護士業を開業した。1881年、ネーゲルは、ミズーリ州会議員に選出され、政治活動を開始した。ネーゲルは1883年まで州会議員を務めた。1883年、ネーゲルは、ミズーリ州最高裁判所の売席裁判官に選出された。 また、ネーゲルは裁判官の職と並行して、1886年から1910年まで、セントルイス法学大学院での教職を務めた。ネーゲルは1908年から1912年まで、ミズーリ州の代表として、共和党全国委員会に参加した。1909年、ネーゲルは、ウィリアム・タフト大統領から、商務労働長官に任命された。 その当時、ネーゲルはアンハイザーブッシュの企業弁護士を務めていた。ネーゲルはタフト大統領の任期満了となる1913年まで、商務労働長官を務めた。ネーゲルは商務労働長官として、実業家の増加に対応するため、移民企画局の拡張を実施した。ネーゲルは商務労働長官退任後、弁護士業に復帰した。ネーゲルは1940年に、 セントルイスで死去した。ネーゲルの遺体は、同市内のベルファウンテン墓地に埋葬された。ありがとうございます。